お、コラボガチャ。何が欲しいですか？いやもう僕はスーパーサイズに欲しいから、もう悟空。なでいきますよ。やむちゃやむちゃやむちゃ。いや多分ね、次銀銀だから来るよ多分。本当にいきます。ペロー、よし来い。あら、うわ、銀銀銀、いやいやもう素晴らしい、もう持ってる、こんなに地球を愛してるっていうことがもう証明されましたね。今持ってますね、やっぱり。やだよ、宣言通りヤムチャが来ました。そう、見たかったヤムチャが、みんな見たかった。うわどうに一人でテンション下がってんですか。でも本当に銀銀銀で4回も引いて金1回も出ないってことないですから。おお、じゃあガンホーさんも考えてますから、あと1回残ってる、あと1回だ。これでまあ最悪天津飯来たらば盛り上がるけども大丈夫です、多分。いやでもチャオズが寂しがるから天さんぜひね来ていただきたい感じですよ。いやでもやっぱ亀仙人のこのね、悟空、ヤムチャ、クリリン、ね、はい、やっぱお弟子さん、お弟子ね、揃った方が亀仙流のメンバーで、うん、いい、鶴仙人のはいい入れてあげてよ。いやダメだよ、し最後の1回ですよこれは。はい、ここで回しますよ私は。でも ここを押す時点で決まりますからね、いつもね。だからこのね、僕の中ではこのすごいルーレットが回ってるわけですよ、うんうんうん、今悟空のタイミングが多分この段階で来ますから悟空。来た、悟空来ましたよ。来た。悟空のやつ来ましたよ。いやどうだろうな。もう早急に行きましょう。もうね、こちら行きますよ。ドキドキ、ドキドキ。ガチャ、ガチャ、ガチャ。行きますよ。海洋拳、ぐこいく、はぁ、はぁ、はぁ、この道着が見たかった。クリリンが2人もいるのよ。クリリンの2人、ね、2人来ても鼻はないですからね。ちょっと見てみましょうか今日の戦績はこちらですね。クリリンチャオズヤムチャクリリンですね。いいじゃない、ゴロもなんかいい感じに今のすごく滑らかに耳に入ってきました。いや俺の言い方だろクリリンチャオズヤムチャクリリンいい感じです。俺の言い方だよそれは。わーちょっとねこれはなんだろうなん、あでもプラスが振ってあるか、回復プラス、うん、もう全部食わしちゃうよ、攻撃プラス食わしちゃうの大切に育てましょうよ、進化。地球代表として頑張りましょう。みんな一回ずつ死んでんじゃないこれねえ、いやね、死してなお前戻る感じで本当にわあちょっとあの一武道会やりましょういやねえねえちょっとねねえねえん、クラゲもガチャを引きたいんだ。おお、ガチャ引きたい、でもタップできないんだ。お、まあ、この手だったね。この手は反応しない ね、 反応できないからね。よくでも今までパズドラやってたねって話だよね。どうやってやってたの、うん、だからやっぱりガチャ運がゴージャスより多分いいだろうと思われる欲求に引いてもらいたいんだ。これはね、責任重大ですよ。じゃあクラゲの引けばいいさ。クラゲいいの、ね、引いて。ただね、視聴者の皆さんにお見せすることはちょっとできないな。なんで？あ、繋がってないんだ。なんかね、あのね、ちょっと持ってもらってもいいですかこれ。あれ重みたいな。重いね。久々にこの厚さの iPhone を持ちました。4S。フェアリングができないんだ。で、あ、じゃあもうこうやって見せるしかないんだ。あ、こんなに重いんだ。アナログな感じで。すごい。じゃあ俺が回しちゃうよ。ダメ。
ここはガチャ運がいい。いや私はね普段ねあんまり良くないんだよね。いい大丈夫、人のやつだから気楽にいっていいですよ。逆に人のやつでいいの当たった方がショックじゃない。人のやつじゃなくてクラゲのやつ。いきましょう。はい、よし、来ました。ガチャガチャ握手して、ガチャガチャ握手しました。はい、それではイデオシェンロン、あ、もう出てた、うん、いきます。来い。おおえー、ベジータ様ちょっとこれちょうだい。やだ、自分のアカウントでやりたかった。ありがとう。やだムカつく。あーなんか私もやだこれ。ショックショック。ゆきゅん、はい、もっとショックな人がいる。え、私結構ショックですよ。ベジータ欲しいってあれだけ言ったじゃないですか冒頭に。違うんですよ、僕は4回引いたんですよ。私覚えてます。4回、ああ引いてましたね。一発でさ、ベジータとか出されるとさ、もう声のトーンが低くなる。いやこれねえ、運の差が出た感じがします。こんなんってあります。でもやだ、なんでクラゲの私が聞いたか、くそ。いや、そんなことじゃないんですよ、僕は聞いたんですよ。もうなんか二人ともこれ痛い終わりですよ今日。いや二人とも痛じゃないでしょ。痛だって、自分のものじゃないもん。だってまだ、だって引いてないんですもん結局。もうこれなんか結局引いてないでしょあんた。いや、ね、自分で欲しかったよ、欲しかったよ。ちょっと一回なんで外の空気を吸い込んで。そこまでショック。一回閉めようか。し、あ、じゃ閉めましょうか。声ちっちゃい、声ちっちゃい。またお会いしましょう。誰誰